山口線。山口線は、山口県山口市の新山口駅から、島根県増田市の増田駅に至る、西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、地方交通線である。山陽本線、山陽新幹線の拠点である新山口駅から、山口市の中心部を通り、中国山地西部を抜け、島根県西端までの地域を、南西から北東へ向かう。 本名連絡路線である。沿線には、湯田温泉や、山陰の小京都と呼ばれる津和野町などを控えている。全線にわたって、国道9号とほぼ並行している。山口線で特筆されることは、蒸気機関車牽引列車、SL 列車の運転である。JR の前身、日本国有鉄道、国鉄では1975年12月を最後に、蒸気機関車、 SL の運転は終了していたが、地元やファンの要望により1979年8月1日から、蒸気機関車 C57-1 が牽引する SL 山口号の運転が開始された。この列車の成功を受けて、国鉄から JR を通じて、蒸気機関車の復活運転が各地で割れるようになった。社浜田鉄道部が管轄する増田駅を除いて、全線が 広島支社山口地域鉄道部が管轄している。路線図や駅掲示時刻表のシンボルで使用されている、ラインカラーはオレンジ。普通、快速、通勤ライナーのほか、特急列車が運転されている。音名連絡列車として新山口駅を名護駅、鳥取駅間に、特急、スーパー沖が運転されている。山陰本線を基準とするため、 普通列車と異なり新山口発が上り、列車となる。スーパー沖は、振り子装置を備えた、キハ187系が使用されるが、山口線内は、振り子装置の機能を停止している。全線を通して運転される列車もあるが、おおむね山口駅を境に運転系統が分かれている。山口市の市街地区間では、本数は多く、 2018年3月17日改正ダイヤでは、新山口駅山口駅間で1時間に最大3本、快速を含め1日30往復の運転で、一部は宮野駅、津和野駅、増田駅まで直通運行れている。山口駅津和野駅増田駅間ではこの区間を直通する列車と山口駅、宮野駅間、山口駅津和野駅間、 津和野駅マスダ駅間の区間運転列車が運行されている。山口駅、宮野駅間では、区間運転列車を含めて1時間に1本程度あるが、宮野駅津和野駅マスダ駅間では3の4時間ほど運行されない時間帯がある。特定日には、山口駅マスダ駅間1往復増発される。新山口駅マスダ駅間で直通乗車が可能な列車は下り6本。 上り5本山口駅の理解を含むである。新山口駅山口駅間には、快速、通勤ライナーが運転されている。山口市の都市内輸送を担う山口駅から、新山口駅間は沿線に、高校、大学なども多いことから、乗車率は高く、終日混雑している。新山口発山口駅の最終は23時半過ぎである。夜間対白は、 山口駅及び津和野駅で行っている。上りは2003年9月30日までは山口発が23時台前半となる、マスダ発の最終列車が出ていた。この列車は、群、現、新山口駅での乗り換えは新幹線、在来線ともになかったが、翌日のダイヤ改正以降は山口駅22時過ぎの発車に繰り上げられている。 山口発宮野行きの最終が23時台にある。新山口駅山口駅間の列車のうち2005年4月1日から朝1往復と夜2往復が2007年7月1日からは山口市が宮野駅で1年間行うパークライドの実証実験に合わせて朝2往復と夕方の一往が山口駅宮野駅間を毎日運転する臨時列車として 延長運転されていたが、2008年3月15日のダイヤ改正でこれらは定期列車に変更された。全線でワンマン運転を実施している。ワンマン運転時には無人駅並びに有人駅の営業時間外では、車内で運賃収受を行う。宮野駅は無人駅だが有人駅と同様の生産方法をしている。 宮野駅、ツア野駅、増田駅間では普通列車の全列車がワンマン運転となっている一方、宮野駅から新山口駅間は大半の列車に車掌が乗務しており、複数人乗務の時もある。なお、ワンマン列車でも乗客への案内を行う添乗員が乗務する場合がある。山口市には山口線新山口駅山口駅間を 直流殿下市ベセ線との直通運転を実施する構想があり、2008年平成20年8月に山口市が発行した山口小郡都市核づくりマスタープランにおい、JR 山口線の増便、電化と JR 宇部線との直結化の促進という記述が見られるが、具体的な計画は策定されていない。並行する公共交通機関としては、 新山口駅、宮野駅間、湯田温泉駅付近、三谷駅間及び、三谷駅津和野駅間で、傍聴交通の路線バスが、新山口駅、宮野駅付近で、中国 JR バス、萩号が、津和野駅増田駅間及び、岩見横田駅増田駅間では、並行して、岩見交通の路線バスがそれぞれ運行されている。ただし、新山口駅、 宮野駅間以外は1日の本数は緊張である。通勤ライナーは2009年3月14日から山口線新山口駅山口駅間に運行されている快速列車で夕方の時間帯に1往復のみ運転されている。元は2008年度の平日夕方に臨時列車扱いで1往復運転された快速停車駅はかつての山口ライナーと同様だが 愛称なしで、2009年3月14日のダイヤ改正から定期列車に変更され、新たに大都市駅と矢原駅が停車駅に追加された。また、下り列車は山口駅から引き続き、増田駅まで運転されているが、山口駅増田駅間は各駅に停車し、列車番号も異なっている。なお、SL 山口号運休日には、SL 山口号とほぼ同じ時刻で、 山口発快速新山口駅が運行されている。山口ライナーは2004年3月13日から2009年3月13日まで山口線新山口駅山口駅間に運行されていた快速列車である。2009年3月14日のダイヤ改正により普通に変更されて廃止された。普通列車と同様にキハ40系が一両、単行運用。 または2両編成で運転されていた。新山口発10の15時台、山口発9の13時台にそれぞれ毎時1本ずつの計5.5往復、登場当初は6往復が運行されていた。新山口駅での山陽新幹線乗り継ぎをターゲットにしたものであり、地域輸送は特に考慮されていなかった。 新山口駅山口駅間 12.6km を途中湯田温泉駅のみ停車し13分で結んでいた。山口駅北に直通する列車もあるが、山口駅以北は各駅に停車していた。また当時、SL 山口号運休日には、SL 山口号ダイヤと、同時刻による臨時快速も上下双方に運転され、山口ライナー同様に大都市駅と矢原駅は通過していた。 2013年度までは、日本貨物鉄道 JR 貨物による貨物列車も全線で運行されていた。しかし、山口線の駅を発着するものはなかった。峰線、峰駅と山口線を経由し、山陰本線、岡見駅を結ぶ専用貨物列車が、1日1往復、岡見駅基準の平日に運行されていた。県陰期は全区間を通じて、 DD51 系ディーゼル機関車の従連で、貨車は多機線1 0 0型のみで編成されていた。なお、岡見駅に機関車留置線がないため、岡見駅マスダ駅間で機関車の改装が行われていた。2013年7月の水害に伴う山口線の運休により、トラックによる代替輸送に切り替えていたが、10月に発生した三隅発電所。 岡見駅からの荷役先のトラブルに伴い貨物、運送自体が取りやめられてい。宇部さ山が2013年度末に更新時期を迎える輸送契約の更新を行わないことにより、貨物輸送がそのまま廃止になる見通しであると報じられている。結果的に JR 貨物の第二子鉄道事業は2014年4月1日付で廃止となった。このか1997年までは、 山陽本線新南洋駅と山陰本線豪津駅、松田駅を結ぶ化学薬品輸送列車が運行されていた。このように山口線を経由する貨物列車は一旦全廃されたが、2018年7月の西日本豪雨により山陽本線の一部区間が普通になっていることに伴い、同年8月28日から白尾線、山陰本線、山口線に回する 貨物列車が臨時運行されることになり、そのための当線の第二種鉄道事業許可書が同年8月22日に JR 貨物に対し交付された。同年9月30日に山陽本線の最後の普通区間である三原駅白市駅間が開通することになったため、迂回貨物列車の運行は9月28日に終了した。しかし山陽本線は 台風24号の影響で2018年9月29日に、柳駅倉松駅間が普通となったため、同年10月5日から再び、白尾線、山陰本線、山口線経由の迂回貨物列車が運行されることになった、線通貨は6日から、同月13日に山陽本線が全線開通することになったため、迂回貨物列車の運行は11日に終了した。 SL 山口号を除き、すべて機動車で運転されており、普通列車はキハ40系、新山口駅から宮野駅まで最大4両編成、増田駅まで最大2両編成が、特急、スーパー沖はキハ187系、2から4両編成で運転されている。なお、山口線は全区間非電化の音量連絡線の中で唯一、 キハななどの新型警戒機動車が、営業運転されていない路線である。SL 山口号には列車を牽引する蒸気、機関車として C57-1、D51-200、客車に35系、4000番内が使用されている。SL 山口号の牽引機故障の際には DD51 系ディーゼル機関車が代走したこともある。 客車は2017年8月まで、改造12系、700番台が使用されていた。山口線開業以前、小郡町と山口町、現在はいずれも山口市の間には大日本軌道、大気山口支社の軽便鉄道が存在していたが、国鉄山口線の開業に伴い、1913年2月19日、限りで廃止された。 2013年7月28日、山口県、島根県地方に降った豪雨により、阿武川沿いを走る、四福駅特佐機間を中心に、甚大な被害を受け、第4阿武川橋梁、第5阿武川橋梁、第6阿武川橋梁が流出、船平山駅津和野駅間では、白井トンネルで土石流が発生した他同区間では、 自滑りも発生するなどし、宮野駅マスダ駅間が普通となった。被害状況については、全線で60カ所の被害が発生しており、規模については、2010年の豪雨で被災し、復旧までに1年2ヶ月を要した、ミネの時より大きいとの見解を、JR 西日本広島支社長の杉岡敦氏が、記者会見で示し、復旧までに1年以上かかるとの見通しを明らかにしていた。 これを踏まえて、第4阿武川橋梁、第5阿武川橋梁、第6阿武川橋梁の掛け替えにあたは2010年の峰線の時と同様のスキームを導入し、急遽の原型復旧相当分を JR 西日本が阿武川の河川改修に伴うグレードアップ分を山口県が負担し、工事は JR 西日本に一括して委託する方法が取られた。 三協の復旧にかかる費用負担割合は、山口県が15億3400万円に対し、JR 西日本が3億7900万円であった。この災害に伴い、特急、スーパー沖の新山口駅増田駅間と、SL 山口号の運転が、取り留めとなった。同年8月5日には、宮野駅地福駅間の運行を再開し、 地福駅マスダ駅間でバスなどによる代行輸送を開始した。同年11月16日には、津和野駅マスダ駅間の運行を再開し、運休、バス代行区間が地福駅津和野駅間に短縮された。特急、スーパー沖の運休区間も新山口駅、津和野駅間に短縮された。また中国 JR バスが新山口駅、津和野駅間で、路線バス。 ノンストップツアーの号の運行を開始した。SL 山口号については、沿線から運転再開の要望が寄せられたことから、C56160 県員で2013年11月2.3日に、新山口駅地福駅間で、SL 頑張ろう、山口、ツアーの号、また、恒例の SL クリスマス号、SL ツアーの統制号を、同期県員により、同区間で、 それぞれ12月21日、2014年1月、1から3日に運転した。2014年度は新山口駅地福駅間の運転となり、3から5月は、大路地福駅が C56160 県員で、SL 山口号として、袋新山口駅が DD51 系ディーゼル機関車県員で、DL 山口号として運転。同年6月は、運転がなく、 翌月5日からは、往路の牽引機として C57-1 が復帰した7月13日に C57-1 に不具合が生じたため7月19日から往復ともディーゼル機関車牽引となっていたが8月15日から往路が C56-160 牽引になった2014年2月7日、運休区間となっている地福駅津和野駅間の復旧目処が2014年 秋頃と発表5月19日には同区間の復旧目処が2014年8月頃と短縮されることが発表された。そして7月16日に同区間について2014年8月23日の始発より運転再開予定と発表された。これに伴い SL 山口号特急スーパー沖とも所定の運転区間に戻り22日限りで 大港バスや路線バス、ノンストップツアーの号の運行も終了した。全線再開当日の SL 山口号は C57-1C56-160 の10連で運転された。以下の駅以外は無人駅である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。